東京カラーソニック。なるほどね、梶春日が。田所、君の話は理解できたが、これだけの情報で確定はできないな。ええ、もちろん。それは俺も同じです。だからこそ真相を突き止めたい。カジの両親はカラレの幹部ですし、鶴賀が目をつけるのも納得がいきます。まだ推測の範囲内ですけど。確かにカジ夫妻は鶴賀大臣の窓口も担当している。つながりは他の役員より深いが、駿河に加えて梶夫妻をマークし動向を調べる。高槻君、いいね。承知いたしました。息子に関しては。その件なんですが、俺に任せてもらえませんか。任せるとは？普通に考えたら、この時点で梶を選抜から外しておくのが安全かと思います。真相がわからないにしても、今のカラーレーションにとって危険要素は排除するのが得策です。でもわがままを聞いてもらえるなら、もう少し時間が欲しいんです。もしあいつが駿河とつながっていたとしても、カジが何を考え動いているのか、本当のことがわからない限り選抜から外したくないんです。あいつの指導者として。お願いできませんか。この通りです。ちょっと頭を上げなさい、田所。君が彼のためにそこまでする理由は何だ。あいつには優秀な作曲家の素質があるからです。俺がこれまで見てきた生徒たちの中でも、カジの才能は飛び抜けています。代表生徒のオーディションで、あいつが入学当初に作った曲も聞いたんですが、うなるくらいの実力でした。ですが最近作った曲はまるで機械みたいで、技術のみ完璧で温度を感じないものばかりです。それが駿河のせいだとしたら、俺は同じクリエイターとして許せません。カジをこちらの世界に引き戻したいんです。なるほどね。気持ちはよくわかるよ。優秀な人材を手放すのは私だって避けたい。でもね、田所、本人がその道を選んでいる場合、君の熱意だけではどうにもできないよ。わかっています。だから賭けをしたいんです。あいつの弱点はたった一つだけなので。宝田伊織か。はい、宝田。彼のペアの生徒だったね。ええ、もともとあの二人は幼馴染で、カジは宝田に異常な執着心があります。自分の全てをかけていると言ってもいいでしょうね。行く末はその生徒が握っていると。ええ、カジの心を動かせるのは俺じゃない、宝田伊織です。しかし宝田君の家庭はいろいろと複雑だろ。本人も最近まで休学していたし、そんな彼に負担をかけるのは。家庭環境は関係ありませんよ。一番大事なのは、あの二人が音楽に対してどんな気持ちを持っているか、そこです。なのでお願いします、カジのことは俺に任せてもらえませんか。わかった。あの田所がここまで言うんだ。私は君をサポートするよ。いかがですか、祇園寺さん。いいだろう。この件は一度田所に任せる。ただし戻れない場所まで進むのは認めない。いいね。もちろんです。くれぐれも慎重に。はい、祇園寺さん、理事長、ありがとうございます。それじゃあ俺はこれで。
いい目をするようになったな、あいつ。ええ、彼が学生だった頃を思い出すと、まるで別人みたいですね。そうだな。あの頃は人に関わろうとすらしなかった。田所自身も教師という職業を通して成長しているんでしょう。ああ。だからこそ今回の件、田所の目指す方向へ進むといいが、こればかりはまだわからないな。今は信じるしかないですよ、彼を。